はい、今回は、ローラみたいな足になるにはということについてちょっと紹介したいと思います。ね、ローラ、綺麗な足してますよね。まあ、足ですね、まあ、細くて長い足なんですけども、まあ、今回はですね、太ももですね、太ももにちょっと絞って紹介させてもらいたいと思います。で、太ももがですね、まあ、皆さんね、細くなりたいっていう思いはすごくあると思うんですけども、太く見られてしまう原因がですね、まず3つあります。まず1つ目は、まあ、分かってると思いますが、脂肪ですね。脂肪、これ減らそうと思ったらですね、運動と食事制限です。もう当たり前のことですけども、やっぱ食べないで運動すると細くなります。はい、ただそれ大変ですね。で、2つ目ですね、2つ目はむくみですね。女の人結構むくんでる人も結構多いと思います。まあ、エステ行ったりとかね、バキアとかね、こうバーってこう一時的にね、こうやって流すと一時的に細くなるっていうのはそのむくみの要素です。ただね、これもね、むくみの原因をちゃんと取らないと、一時的に流してもですね、その時細くなってもですね、家帰ったらもう太くなったりとかっていうことが起こってしまいます。で、最後3つ目ですね。3つ目ですね、実は筋肉のね、無駄な緊張っていうのもですね、太くなって見えてしまう原因になってます。っていうのはですね、力こぶとかイメージしてほしいんですけれども、腕でね、こう力こぶ入れると太く見えますよね。抜くと細くなりますよね。っていうことがですね、太ももでも同じように起こっています。どういうことかと言いますと、要は太ももが前がですね、太ももの前の筋肉ですね、大腿四頭筋という筋肉なんですけども、ここがですね、力こぶ入れてるみたいな、グッて力入ってる状態になってる人がですね、すごく多いです。で、こうなってしまうとですね、まあ、力こぶと一緒ですね、太く見えてしまうんですね。これが力が抜けると腕が細く、抜けてるのと同じように細く見えますし、力を入れると太くなってしまうんですね。で、しかも厄介なのがですね、力がずっと入ってると、ここ取ってる血管ですね、血管はですね、ずっとこう筋肉が圧迫してしまうので、余計むくんでくるんですね。なので、せっかくね、エステとか行かれて、こうきっちりとね、循環改善しようと思ってても、ここの緊張が抜けてないとですね、全然循環が改善しないですね。すぐ戻ってしまって、またすぐむくんでしまうってことになってしまいますので、ここのね、太ももの前の筋肉を、ね、緩めるって結構大事です。すごく大事ですね。これが力がグッと入ってしまうと太く見えますし、スッと抜けると細く見えるという形ですね。で、これに影響するところがですね、実は体にはありまして、ね、こう意識して抜いたらいいんかというと、なかなか抜けないですよね。っていうのはですね、実は骨盤ですね、骨盤の、ね、傾きというのはこういう傾きですね。この傾きによってですね、この太ももの前の筋肉の緊張って大きく変わってきます。まあ、チェックしてもらうとしたらですね、ヒップの位置ですね、お尻の、トップの位置ですね、お尻のトップの位置がこう下がってる場合、下がってる方っていうのはですね、太ももの前の筋肉にものすごい緊張が入ります。逆にこのお尻のトップがね、ちゃんとこうキュッと上がってる人っていうのは、比較的太ももの前の筋肉が、力がリラックスできて足が細く見える方ですね。ここが下がってる人は、ここがすごく太く見えて、上がると細くなっている形です。まあ、実際に1回やってみますね。ちょっと上げますね。で、ここの筋肉がですね、こう、お尻が下がるとですね、無駄にこう膝がね、こう前、こう折れるみたいな形の力が入るので、どうしてもね、こうグッと踏ん張らざるを得ません。そうするとね、こう力が入ってくるんですね。で、ずっと入ってると、時間とともにむくんできて、どんどん太く見えてくるっていう形です。逆に骨盤がこう、キュッと上がってくれると、太ももの前の力がね、こう抜けてくるので、時間とともに、循環も改善して細くなってくるんですね。で、これをこう傾けると、膝を伸ばさざるを得ないので、グッと力が伸ばすと抜ける。下がると、はい。上がると抜ける。というような形です。なので、お尻ですね、お尻が上がることが太ももの前の力が抜けて、まあ、循環、むくみの防止にもなって足を細くすることができます。逆にお尻が下がってしまう、骨盤が下がってしまうと、太ももの前の筋肉が力が入って、むくんできて太く見られてしまいます。はい、ということでですね、まあ、今回は骨盤ですね、骨盤の傾きを見ると改善しないといけません。で、それに対してですね、まあ、簡単なセルフケアをちょっと紹介させてもらいますね。で、まずですね、実際に自分の太ももとかこう触ってもらうとですね、結構小商売とか太も近いですよね、すごい小商売っていう話とか多いですね。触ると簡単にこう触るとね、すごい硬かったりとかします。
こういったのがね、最終的に緩めば OK です。で、椅子ですね、椅子座ってもらってですね、床でも大丈夫なんですけども、そのままね、こうやってお尻歩きですね、前へ移動します。で、そのまま後ろへも移動しますっていうのをですね、こう繰り返してもらいます。で、まあ大体回数にね、制限はないんですけども、まあたくさんやってもらった方が効果はありますけども、まあ大体1分ぐらいですかね、1分ぐらいこうバーッとずーっとやってもらったらいいかなと思います。で、こまめにやってもらった方がもちろん効果はあるんですけれども、まあ寝る前に1回とか、朝起きた時に1回とか、まあ、どっかね、1日1回組み込んでいただければいいかなと思います。で、やっていただくと骨盤ですね、お尻の位置がさっきよりもちょっと上がって、触ると例えば太ももの先の硬さが柔らかくなったりとか、細かったのが減ったりすればうまくいってます。まあ、それがね、どん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 減ってくれば、足はどんどん細く見えてくるかなと思います。はい、ということですね、まあ、今回の話をちょっとまとめさせてもらいますと、足ですね、太ももですね、太ももを細くしようと思ったらですね、まあもちろん脂肪とかね、あるんですけども、まあ、それをね、細くすると思ったら運動をたくさんしたりとか食事制限しないといけないので、ちょっと大変なんですけども、まあ、それ以外の要素ですね、それ以外の要素としては、ここの筋肉の緊張ですね、この緊張をちょっと和らげてあげることでむくみも引くし、見た目のね、こう力が入ってるのも抜けるからちょっと細く見えますよってことですね。まあ、それをするにはお尻の位置を上げる、骨盤の位置を高くするっていうことがすごく重要になりますという話になります。はい、ということですね、まあ、ローラみたいな足になるのはね、いろいろとハードルはたくさんあるんですけども、まあ、まずね、この太ももの前の緊張をね、ちょっと1個取ってもらうことですね、まあ、ちょっと前よりもね、細く見られるようになりますので、ぜひ一度ね、試してみてもらったらなと思います。はい、今日は今回以上になります。ありがとうございました。